大場武吉、旅客機事件、一、E.S. ビフュ、周囲模様の薄曇り。乗客は幾人だね。タバコをくわえ、飛行服のバンドを締め直しながら、池内操縦士が。 折からエンジンの点検を終えて事務所に帰ってきた三枝機関士に尋ねた 2>, 2名だよ外ではブルンブルンブルンと湖水の水のようにひんやり静まり清まった緻密な空気をつんざいて450馬力のブリストルジュピター発動機が百来のような,うなりを立てているやっぱり定期空港は 各エアポートで欠航のないことを誇りにしているため大抵の天候なら出発するのだがしかし一日中にいっぺんは空を飛ばなくっちゃ夜眠られないというエア面も乗客のあるのとないのとではことに天候の思わしくない時など気持ちの上の重圧感がかなり違うものなのだ2二人ねどんな人たちだい けれど、そう尋ねて、池内操縦士はちょっと瞳を見張った。何気なく眺めた壁鏡の中の相手の顔は、ひどく血の気の引いた、興奮しきったものだったからだ。が、三枝機関士は、向こう向きに飛行帽をかむりながら、無理に落ち着いた風で答えた。一人は、キート商人だとかだが、もう一人は、 そこで明らかに躊躇した後、何でも銀行家とかいうことだ。助手の操作する発動機の響きが、さんの語尾の震えをかき消した。池内は、くわえたタバコの最後の煙を大きく灰に吸い込むと、そうかい、今日もおしけなんだね。と、さりげない冗談を言って、 じゃあちょっと行ってくるとしようかと簡単に事務所の扉を窓にしたがちょうど彼が飛行場の緑草を記憶をビリビリ流行り立つように震わせているフォッカー・ユニバーサル機の方に歩いていく途中で間もなく後ろから追いついてきたらしい三枝に名を呼ばれた池内は振り返って足を止めると三枝は日頃にない落ち着かない声で あのね今日は飛行中ちょっと頼んでおきたいことがあるんだがなと言った何だい実はと変にまぶしげに同僚の顔を眺めた三枝は H 飛行場に着くまでじっと航空路の各地点のうつつさまについて気をつけていてほしいんだ何だい 池内は不審げにそんなことを君がちゃんと見ていればいいじゃないかうんだが三枝はもろくも老媒して顔をあらぬ方へそらしたがすぐ気持ちを盛り返すようにとにかく僕も気をつけていることにするから君も頼むよぜひどうかと言い捨てると そのままの足で木の方へ走って行ってしまった。あいつ、よほど今日はどうかしている。池内操縦士はその後ろ姿を眺めてそう思ったが、彼の態度が何を意味しているかもちろんわかりはしなかった。やがて出発。発動機は好調。池内、佐藤、二名の機員に操縦官を握られた。 アメリカアトランチック社製の美しい旅客機はその細長い胴体に2人の乗客1人は商人風な小柄な男1人はでっぷり太った重役型の備前課を収容してスルスルと飛行場の緑槽の上を滑走し始めた行ってらっしゃーい見送りに出た飛行乗員たちが後ろで手を振る。 エンジンジレバーをジリジリと引いて心を見計らって全開だゴーッとすさまじい音とともに機体がすいと空に吸い上げられて今まで太い細い線模様を描いていた地面がたちまち野や山や人家が箱庭のように小さくはっきり見えるまでに縮小してしまうもう5 0 0ルの航空なのだ J 村 川大山 B 湾必要以上自分たちだけで作っている地上標識が3分ないし5分おきくらいに岩海に現れて岩海から消え去る慣れた道だ天候は良くないがまず今日は心配っ気はない空の旅便所に行ってくるよ30分ほどたったところで 沈黙に終始していた三枝が急に腰をもたげながら池内の耳元で大きく言って自分の座席を鏡ながら跳ねのけた大抵の人は知っていると思うが旅客機内の模様は上に掲げたごときものであるなお念のために布記すれば A の座席に重役風の紳士が B の座席に商人風の男が座っていたのである そして、窮屈な扉から客室の方へ潜り降りていった。山、川、谷、原。それから10分はたっぷりかかったろう。三枝は池内が二度時計を出して眺めているところへ帰ってきた。と池内は、何かしら胸を押さえられる清むな気分を三枝の持つ雰囲気から受けた。 ちょうどその時、前方から飛翔してきた P 民間飛行場のアブロ練習機が、見事なインメルマンターンをして、ぴたりと旅客機の左肩に機種を並べた。よう。両方から手を振って愉快な交換をしたが、次の瞬間には、練習機はじゃれつくように急衝突して、旅客機の背中をすれすれに飛ぶと、スイートストーリングターンをして、 見る間に1 0 0メートルも後方に吹き飛ばされたように流れ去っていったやっと半分来た池内操縦士は操縦桿を握りながら思った練習機の飛ぶあたり D と H の両飛行場を結ぶ空路の中途にあたるのだったそれから後の30数分間は池内操縦士は不思議な相棒の 興奮した、た、色青ざめた変に落ち着かない顔色や態度に悩まされ続けて飛んだ極端に鋭敏なエアマンの精神作用は発動機や機体や天候についてと同じようにお互い同士の肉体上のことまで感じさせるものだった一体三枝の今日の態度は何としたことであろう美しい。 そして大変両家の礼状を恋女房とすることのできる日の近づいていた彼にとっては来る日来る日が幸福で朗らかそのもののようであったではないかそれが今朝に限って繰り返しそんなことを考えているうちにやっと目的の H 飛行場の白煙が薄く下を流れる雲の間から見え出したエンジンスイッチを切って得意な滑空 と地面がズンズン膨れるように盛り上がってきてやがてズシと車輪が大地にバウンドしたさあまず降りて休もうピタリと機体を停止さすと池内操縦士は腰のバンドをときながら急に痩せたようにさえ見える陰影の濃く漂った三枝の横顔に行ったとその時だった。 客室に出る小さな扉が邪剣に外から打ち開かれて、そこから、ここの飛行場旅客係の男の怒鳴るような声が飛び込んできた。た、大変だ秀岡氏が死んでいるじゃないかそして、私氏が行方不明だ2 松キートドン屋綿井重一40歳 H 飛行場までバツ市 R 銀行頭取秀岡誠五郎63歳 K 飛行場まで出発飛行場の D の乗客名簿にはその朝の乗客2名については以上のように記録されてあったのだその2人がまあなんということだ 一人は H へ来る途中の航空で紛失してしまうし一人は全学部をひどく打ち砕かれて鮮血にまみれて死んでいたのだ池内ぐさ、両棋員はその場から H 市警察署に降印されて取り調べられた事件については全然知るところがないと言った池内に対して署長はひどく怒った声で言ったでは 君たちは飛行中一度も客室には顔を出さなかったというのか君たちの席から全く離れはしなかったというのか不幸にして私は客室を覗く機会を持たなかったのです私はかえってそれを遺憾に思っているくらいです池内操縦士は同僚をかばうように公然と言ったが三枝はすっかり顔色を失って 巡列そのもののような所長の前にいや私だけは一度飛行中客室へ降りましたと告白せざるを得なかった何のために尋問官は追撃した便所に行ったのです三枝は震えたふん 所長は霊笑したでは君は君が犯人でないという証拠を提出しない限り当面の容疑者たらざるを得ないまた池内君は完全なるアリバイがない限りまた被疑者たるを逃れられないだろうアリバイ池内は愕然としたそうだアリバイだ まず考えてみたまえ。事件は雲の上で行われた。そしてそこには数百万の人間の中から選ばれた4人しかいなかったのだ。絶対に。そして誰も気上の状況を見ていたものはなかったのだ。でも私は神に誓って座席からちょっとも離れはしなかったのです。池内は狼狽した。 神だが我々は神にその真偽を正す方法は持たない。とにかく一人の男は気上から姿を消し、一人の男は惨殺されているのだ。そして所長は一枚の紙切れを改めて取り上げて読み下した。死体検案書。生命、秀岡聖五郎。 記事旅客機 JXAC 客席ナンバー3上において航空中死亡数死体を懸案するに致命傷は全額部の一層にして約拳台にわたって頭蓋骨粉砕し脳症をあらわとす他殺と確定凶器は重き鈍器にて被害者の不意を見すまし激しき勢いを持って 一撃のとに行われしものとい去る被害者即死なんと言っても秀岡氏は他殺されているのだ被害状態から見て自殺説は全然成り立たない以上この事件には必ず犯人がいなければならないのだしその容疑者としては君たち2人そして騎乗から姿を消した和井氏の以外にはありえないのだ アリバイ池内の頭は混乱した一体あの狭い空の上の機内でいかなるアリバイが成立しようというのだがその時突然に天の啓示のように池内の頭にひらめいた素晴らしい考えがあった「所長私には立派なアリバイがあります私は D 飛行場を出発して H 飛行場に到着するまで」 あらゆる沿線の模様に注意を払ってきました。何時何分頃にはどこを通過し、そこはいかなる様子を呈していたか、すっかり申し立てることができます。これは一分でも座席から離れていたのでは不可能なことです。私は絵巻物を繰り広げるように、一分間のブランクもないように沿線各地点の模様を述べましょう。そして私は、 それをいちいち各地に問い合わせて供述の真実であったことを立証させていただけたら幸いだと思います係官一同は池内の立場としてそうした要求をすることを不当だとは認めなかった池内は別室で細々と空路から見た下界の模様を逐一よどみなく申し立てた幸い当日は懇天だったので木は 500メートルか200メートルの間を飛んでいたため地上の様子は川に糸を垂れている人の着物の色まですっかり説明することができたそして作成された一辺の記録は当時各方面にその真偽を確かめるべく電報ないし電話されたそうしている間に栄一書には次のような情報が収集されまた 細密な物的証拠が発見されてきたそしてそれは事件を大きくアイリスアウトすると重要な材料となっていたすなわち第一に機械内を綿密に精査して帰った係官は全てを総合してまず次のごとく報告した機体内に凶器とおぼしきもの遺留されずまた被害者の所持品中の折りかばんは 解放されててて打ち捨ててあり在中品は23の書類を残して全部抜き取られ所在不明なお便所内窓は解放せられそこに取り片付けられてありし座熟型パラシュート1個紛失そして最後に最も重大な証拠品たるべき1枚のもみくちゃになった紙切れ客室内装備の通話用の紙切れ 発見されたたことが付け加えてあったすなわちそれは被害者自身の手で次のごとく走り書きされておったのであるサエグさというこの木の機関士が私を殺すと脅迫しているあなたのよしみで私を守ってくださいお礼はしますから次に 集まった情報とはどんなものであろうすなわち一つ和田井茂一の死体ノ原の一隅に発見さる飛行機より追死したもの付近に未開のままの落下山発見死体には所持品全然なし近くの農夫発見して届けいず一つ追死者和田井茂一は D 飛行場出発前飛行乗員に託し手紙を投函せんとした乗員は受け取ったまま置いたが事件放置とともに警察官立ち会いの上開封したそれは A 氏にある家庭に宛てたもので商売上の失敗から遠征自殺をする旨の遺書でその自殺の方法として飛行機から飛び降りることを選んだとしたためられてあった これはリー飛行場からの長距離電話1つ被害者秀岡氏は取り調べの結果商業上の業務で現金5万円余りを携帯し至急軽視に向かう途中であった3尋問官は 今は三枝機関士を正当な強行者と疑わざるを得ないことになった「君は秀岡氏を殺すと脅迫したろう」三枝はそれがどうして分かったろうというように顔色を変えた「君と秀岡氏とはいかなる関係にあるのかいわば敵同士でしょうか」さえは。 観念したように小さく答えた「私の一家と秀岡とは隕石関係にあるのですがそれにもかかわらず私の一家は秀岡の悪辣な手にかかって破産せられ非常に惨めな目に陥れられたのです」「秀岡氏と君との間に今朝以来行われたいきさつを話したまえ」「もちろん」 飛行中君が便所に行ったとは嘘で、秀岡氏と面談するために行ったのだろう。三枝はしばらく目前としていたが、諦めたように口を開くと、あるいは、そうかもしれません。と、正然と言って、しかしその嘘は、事件が紛糾するのを恐れて口にしたまでのものです。なぜとなれば、 私のしたことと今度のこととは全く無関係なはずなんですから実は今朝 D 飛行場で顔を合わすまで私は秀岡が乗客になっているとは知らなかったのです私は秀岡の顔を見るとカッとなりました胸の中がたぎるような興奮に襲われてしまったのです秀岡も驚いていたようです で、私は先にも言いましたように秀岡に対しては非常な恨みを持っていましたしまた困窮している私ども一家のために法律上はともかく経済的に相当なことをしてもらえる立場にあったのでそのことをこの顔を合わせた機会に一応口にしてみようと考えたのですところが私が客室に行きますとこうか不こうか今一人の客 和太師が便所にでも行ったものと見えいないのです。で、つい周囲に気兼ねもなく秀岡に開き直って話し出したのでしたが、秀岡は案の定私の興奮をせせら笑うのみで、ろくに相手になろうともしないのです。そんなことがつい私の気持ちを煽り強迫めいたことを言わせることになったのです。 ハンマーで殴り殺すぞと言ったのか違いますそんなあくまで我々に対して悪魔のような態度をとるならこっちも悪魔になってやる幸いあなたは血圧が高いし心臓が弱いから木を4 0 0 0ルばかりに上げてあなたを航空病にかからせて命をとってやると脅かしたのです そこへ便所から私が出てきたので私は操縦席へ帰ったのです三枝の答弁にはよどみがなかったしかしその供述を立証する何らの証細もないことはいかんともできなかった係官一同は錯綜した事件の外貌からできうる限りの真意をつかみ取ろうと考え次のような可能的な仮説を作り上げてみた A 和体が加害者である場合彼は商業不振より自殺を決心したものの騎乗において同乗者のカバン中に大金のあるのを知り三枝が秀岡を脅迫した事実あるを幸い自身が強行を演じて大金を奪い自分は予定通り自殺を装って飛行機から飛び降りたが落下産についての知識が薄かったのでついに斬死した。 しかし、この場合、不審なことは、その死体が金を携帯していなかったことである。B、三枝が加害者である場合。三枝は、和体の自殺後、秀岡を撲殺した。または、秀岡を撲殺後、和体をも気上から突き落とした。ただし、この場合も金の行方は不明。C、池内が加害者である場合。 厳密に言ええば C の場合は考えられないいかもしれないなぜとなれば池内と加害者とは全然関連点のない人たちだからもっとも金が目的といえば理由はできるが池内がもし犯罪に関係しているとすれば彼は三枝の補助者であるか共謀者であるかであるしかし警察がこうして事件を探求しているうちに 求めに応じて各地からかかってきた長距離電話は完全に池内操縦士のアリバイを確立させてしまいつつあったそして結局池内は事件についてあるいは精神的に関係者であったかもしれないにしても直接な加害者ではないということを確認せずにはいられなかったそしてついにここに犯人は 残った2名のうちに限定されてきてしまったすなわち A のの場場合合か、B の場合か。B 4池内は自分一人になってつぶさに事件を考える時間と気持ちの上の余裕を得た。すると彼の胸には、 いかにしてもこの事件の謎を自分の力で解決しなくてはならないという責任感が湧いてきた運命的とはいえ自分こそ事件現場にいた唯一の無関係者だ自分がこれを解決せずに誰に解決ができると言えるであろうそれより何よりまた自分にとっては侵害なる三枝を冤罪から助け上げなくてはならぬ義務がある 自分は彼を絶対に信じる。命を投げ出し合っているエアメンたちにのみ流れている純真な道徳が決してそのような犯罪を犯させないであろうことを信じる池内は精密に思考を巡らしてみたとまた急に思いついたことは途中で出会った P 民間飛行場の練習機のことであるそうだ空中で。 少なくとも我々以外に我々の木の中の様子を知っているものはあの木の乗組員だ池内は警察にその旨を通知して警察から P 飛行場に長距離電話で問い合わせてもらった返事はすなわちこうだった旅客機に出会ったのは午前11時24分その時に操縦室に操縦士と機関士が着陸し 客室に2名の乗客が練習機の方を窓を開けて眺めていた報告を受け取ると池内は我を忘れて万歳を心に叫んだもちろん和体の屍が発見せられたのは P 民間飛行場より H 飛行場に寄った N 原の上であるから和体がその頃まだ気上にいたのは不思議ではないが「秀岡がちゃんと立派に生きていた」とは一体何を意味するであろう 一体さえぐさが便所に行くと称して去ったのが11時10分ごろ帰ってきたのは正確に11時20分そして練習機と肩を並べたのが11時24分 N 原の上を通過したのが11時32分ごろであったさすれば秀岡の惨殺されたのは 三枝が操縦室に帰ってきた後のこととなり三枝が二度と操縦室から出なかった以上三枝は秀岡を殺した犯人ではなくなるはずではないかとにかく三枝は僕の期待を裏切らなかった池内は弱弱しただがそれを地上の人たちに証明するにはどうしたらいいのか池内は考えざるを得なかった がその翌日池内は緊張の下に隠しきれない喜びの顔色を浮かべながら H 警察署の召喚に応じた今度は相手が検事だった池内はすっかり自信ある態度で次のように述べた「今容疑者は2名います」しかし実際のところは三枝は犯人ではないのですが。 彼には不幸にしてアリバイがないので証明できないでいますけれどこれを別の方面から推し進めてみるとあるいは自然とそれが証明される結果になるかもしれないと思いますではどう考えたらいいかすなわち私はどうして死んだかということです書内では第1に自殺説第2に他殺説となっているようですが 実際において私は自殺するつもりで飛行機に乗っていたのですしまた金を盗んだとしてはそれが死体から発見されないのですから第一の説も考えられないこともありますまいしかし一体自殺するのに落下傘を持ってする人があるでしょうか何第三者がその男のすぐ後から 落下山をゆえあって投げたと言えば言えないことはなかろうその意味から第2の他殺説も有力になるのだすなわち突き落としておいてすぐあとから落下山を落としておくということも十分考えられるからね賢治の目にはありありと当時の状況が映る気がするのであった練習機から見た時には 乗客二人は生きていたがそれからわずか飛んだハ原にはすでに和隊が追死していた誰にもそのわずかな間に乗客2人を相手とした大格闘が行われたものとは推定されえなかった乗客2人はどうせ団結していたろうしだからどうしても和隊の死が先であるらしく思われたもし自殺であるなら 秀岡が知らないでいで他殺にしろ彼を一人秀岡が知らぬ間に便所に呼びき寄せそこから突き落とすということも不可能ではないいずれにせよ教行は邪魔者がいなくなってから油断を見すまして一撃のもとに行われたものであることは明瞭である邪魔者がいてどうしてあんな手際よい殺害ぶりができるであろうか しかし検事の言葉を聞くと池内は眉を上げていった落下山は死体のすぐそばにあったというのではないのですか一体あの時木の速力は時速120マイルくらいでしただからそうです秒速にすれば1兆ぐらいに当たるのですもしあなたが言われるように 和太石を落として後落下山を第三者が投げたとすればいかにしても1丁や2丁死体と落下山の距離はできなければならないはずなのです落下山は確実に和太石が携帯して飛び降りたのであることは後に示された現場から見て確実ですすると和太石は自殺でも他殺でもないということになるではないかそうなのです 私は考えるのですが私は自殺するつもりでいたことは確実で飛行中もその飛び降りるべく心を砕いていたが急な精神上の転換から自殺を思いとどまりその前にゆっくりなくも発見していた落下さんを利用し人狂言演じようとして失敗したのであろうと思いますすると君は、 秀岡氏殺害犯は和だだといいうあのの説なのだね。いや、それはちょっと待っていただきたいのです池内は時計を出してみてもうすぐそれは他から証明されるはずになっておりますからその報告次第によっては私は事件をどう取り扱っていいかわからなくなるのですが多分 期待りり解決ははつくこととになりはしなしいいかと思います。君はではいずれにせよ私より秀岡氏の方が先に死んだものと解釈するようだねもし私の方が先に飛行機から飛び降りれば秀岡氏を殺害した犯人は君の主張によればどこにもいないということになるからね 検事は「応用に池内の言言葉を聞き終わると言った。いや私は絶対に秀岡氏の死より先に木から飛び降りたのではない」と考えます私の精神を自殺から他へ転向させたのはもちろん秀岡氏の所持する金が自分の手に握れる立場になったゆえに違いありません他に理由のつけようがありませんから。 しかし理由もなくどうして秀岡氏がそんな大金を甘んじて和太師に提供するでしょうではやっぱり秀岡氏殺害犯人はちょうどそこへ書員が因銀に現れたただいま N 警察署から通知がありまして昨日和太師の死体を発見して届け出た農夫が再び警察に出頭して 自分が死体の海中からこれだけの札束を横領隠匿したと自白して5万円の金額を提出したそうですおお<ー>検事はうなずいた池内の顔も難関が取り除かれたように釈然と明るくなった途端卓上電話のベル。ああそう。 ケンジは電話の相手に答えた。そしてうんうん聞いていたが不思議な面持ちで受話器を池内の方へ渡してよこした「B 民間飛行場からの長距離の電話だなんだか僕には分からぬことを言っている」変わるとそれはこうだった「ご通知によって作長を飛聴したアブロ練習機を精査してみると」 車輪軸に打たれている病が1個外れていることを発見した紛失は昨日の練習飛行の際行われたものであることは明らかである検事殿犯人は分かりましたそれは練習機から外れて飛んだ小さな鋼鉄の病でした電話機を投げ出すように置くと池内が叫んだ 幸いにして、私の予想が当たったことを嬉しく思います。私は、秀岡氏が不慮の死にあったのを目撃して、ふと悪心を起こしたのでしょう。神の裁きがすぐあることを知らず。ご。いや、実際僕は慌てたよ。 晴れた朝の H 飛行場の草の上を池内は三枝と肩を並べながらブルンブルンプロペラをうならせている旅客機の方へ歩いて行きつつ言ったどうも形勢君に不利なんだからなしかし僕にどうしても想像つかなかったのは凶器だ君は僕から見て事件から無関係であるとしても私が 木に乗る前から秀岡氏に殺意を抱いていたものとは考えられぬなぜとなれば二人は飛行場で初めて顔を合わせた道同士だったのだからねだからどうしても綿石が凶器を隠し持っていたとは考えられず一方狭い機内には何一つとして凶器に利用されるようなものはなかったのだもちろん 岡はカバン以外に所持品のなかったことは誰だって知っている僕は結局想像を可及的に広げていくより他に仕方はなかったすなわち1928年オランダであったという事件すれ違った木からその木の付属品が飛んで他の木の操縦者を傷つけたという事件を考え浮かべずにはいられなかったそして すぐその考えの渡っているかどうかを B 民間飛行場に訪ねてみたのだ二人は顔を見合わせて微笑んだしかしねえ三さん。池内は続けていった何が幸いだと言っても僕に立派なアリバイがあったことだもし僕にアリバイができなかったとしたら僕らはどんな恐ろしい結果になっていたか知れない しかしそれというのも、所詮君が D を出る前にあんなことを僕に頼んだからこそだった。一体どんなつもりであんなことを僕に頼んだのだサエグサは急に顔をわからめて答えた。レ子さんが彼の言い名付け、慎三君とその兄、その前日より自動車旅行に出ていたのだ。そして、 あの日どこかで僕らの飛行機を発見して下界から旗を振る約束になっていたのだ。僕はそれを注意しているはずだったが、それを君に頼まなければならなかったのだよ。